この動画では、なぜ、鉄道で、労働組合が盛んになったか、現在でも、労働組合が必要なのかについて、考えていきたいと思います。前回は、社外の理解を集める必要性についてお話ししました。今回は、仕事を止めるだけがストライキじゃない、様々な戦術についてお話しします。その前に、JR の前身である日本国有鉄道、国鉄での苦い失敗について触れる必要があるでしょう。順法闘争と、上尾事件、そして首都圏国電暴動です。有名な話かと思いますので、簡単に説明します。まず、順法闘争について、国鉄は公共企業であったため、駅員、運転士なども含めて、職員は公務員という扱いでした。そのため、以前お話しした通り、公務員である国鉄職員には、ストライキが禁止されていました。しかし、不満を抱えていた労働者たちは、ストライキに代わる戦術として、編み出したのが、順法闘争です。これは、ノロノロ運転に代表されるような、止めてはいないけれど、安全という言葉を盾に、列車を遅らせることで、経営側に損害を与えるというものでした。制限速度や信号を、過剰に守るということで、順法闘争と呼ばれ、春闘の季節などに、たびたび行われていたようでした。しかし、あまりにも列車が遅れたため、乗客たちが怒り、暴動が発生したのが、上尾事件です。そして、そのわずか1ヶ月後にも、順法闘争により発生したのが、首都圏国電暴動です。結局、国鉄も、労働組合も、これらの事件で大きな批判を浴び、鉄道貨物輸送が、自動車、海運へとシフトしていくきっかけにもなり、経営的なダメージを残しただけとなってしまいました。このように、不満を訴える方法として、ストライキ、もしくは、それとほぼ同じ効果である、順法闘争一辺倒の、戦い方を継続した結果、労働組合は、大して何も得ることができず、むしろ失い続けていく結果となっていきました。何よりの失敗は、他に戦術が思いつかなかった、実行できなかったことに尽きると、思います。それは現在でも、ほとんど状況は変わっていないと、思います。ですが、果たしてそうでしょうか？もっと賢いストライキの戦い方を、考えなかっただけではないのでしょうか？例えば、有名な話だと、周回札スト、というものがあります。これは、列車の運行は、通常通り行いながらも、周札と改札だけをストライキ、つまり、料金を取る、という仕事だけ、ストライキを行うものです。最近の事例だと、岡山県の、曜日バス労働組合が、2018年の4月に、実施しています。これは、ほぼ同じ区間に、別の会社の、100円バスの参入が、許可されたことに対する抗議と、それに伴う雇用不安の、解消を求めるために行われたものです。もともとは、運行を停止する、いわゆる通常のストライキが、行われる予定だったものを、旅客に迷惑を、かけない形で、という趣旨のもとで、戦術の変更が行われた結果です。かつては、近鉄や、名鉄で、よく、周回札ストが、実施されたそうです。この場合、会社側の、いわゆる引組の人たちが、改札ラッチに入り、一人で切符を切っていた、ということもあったようです。自動改札機が導入された後にも、行われたことがあるらしく、その場合は、人がいる通路だけが有効となっていて、他の改札機は、自由に通り抜けすることができた、と言われています。周回札ストのメリットは、言うまでもなく、旅客側にとっては、ストが発生した方が、タダで利用できて、都合が良い状態になるというところにあります。ストライキの欠点を逆手に取った、まさに、逆転の発想だと言えます。ただ、もちろん周回札ストにも、問題がないわけではありません。部分的なストライキと反映、仕事の停止により、収入がゼロとなることは、通常のストライキと変わりません。あまりにも長く続けば、旅客も、お金を払わないことが当然だと、思うようになってしまい、仕事としての価値が下がる恐れがあります。あるいは、事前に周回札ストとして、予告していると、ストを回避できた場合に、かえって残念がられることもあるでしょう。紹介した、曜日グループの例でも、周回札ストに転換したのは、直前だったようでした。そもそも、同一労働、同一賃金の原則で、考えれば、無償の労働を、すること自体が、ありなのか、会社の賃下げの口実に、利用されるのではないか、といった議論もあるようです。その他の例を見てみましょう。一斉休暇闘争、というものがあります。これは読んで字のごとく、一斉に、有給休暇を、取ることで、
賃金を得る権利を確保しつつ、実質的な労働停止状態にすることです。ありそうな話ではありますが、意外と事例が見つからなかった戦術の一つです。というのも、その見つかった事例が非常に良くない判例となっているからでした。一つ目の事例は白石営林署事件というものです。営林署の職員が2日間の有給休暇を取得しました。ところがその日には別の営林署でストライキが行われており、その支援活動に職員が参加していたことが発覚しました。そのため営林署は有給休暇を認めず欠勤扱いとしたため、その2日間の賃金が支払われませんでした。この裁判は高等裁判所が職員の請求を認め、賃金の支払いが命じられました。営林署は最高裁判所に上告しましたが、最終的には棄却されています。一見すると労働者にとって都合のいい判例のようにも聞こえますが、実は論旨の中で一斉休暇闘争について言及されています。今回の事例の場合は別の職場の労働争議に参加していたわけですが、もしこれが自分の職場でのストライキ目的だった場合、事業の正常な運営を妨げるものであるとして、賃金請求権が発生しないことになると書かれていたのです。つまり判例としては労働者側の勝訴だったものの、一斉休暇闘争について釘を刺される形となった判例となってしまったのです。もう一つの事例は国鉄郡山工場事件です。この事例では国鉄郡山工場の70名が1日分または半日分の有給を請求し受理されました。しかしその70名が有給を申請した前日の深夜から早朝にかけて岩沼駅での葬儀行為に参加していたことがわかり、国鉄側がその有給を無効としたため賃金が支払われませんでした。内容としては白石営林署の事件と人数が違うだけで基本的な内容は同じです。ただ最高裁に至るまでが違いました。一審、二審判決も国鉄側の主張を認め、有給休暇は無効であるとされました。ところが最高裁判所では一転して高裁判決を破棄、地盤という形となり、労働者側に対し賃金の支払いを命じる判決となりました。裁判所の説明は次のようなものです。有給休暇を取得する際、労働者には時期指定、つまりいつ休むかを自分で決める権利があります。一方使用者側にはその休暇によって業務の正常な運営が阻害されると判断された場合、時期変更権、つまり別の日に有給休暇をずらす権利が使用者側にはあるわけです。今回の事例の場合、休暇が一度は受理されたため、たとえ70名という大人数であっても、その日に休暇を取られても業務の正常な運営が阻害されないと判断されたと解釈することができます。となるとあとは労働者側の方です。有給休暇をストライキの支援活動のために使っていいのかという問題になります。しかし有給休暇はどんな目的で取得するかは労働者の自由であり、たとえストライキの支援活動であってもその自由のうちに入るというのが裁判所の説明でした。ただしその休暇によって業務の正常な運営が阻害される場合は、その自由のうちには入らないと、やはりここでも釘を刺されています。今回の場合は国鉄が一度受理してしまったため有給休暇が有効であると成立しましたが、もし国鉄が有給休暇を最初から拒否していれば、労働者側の敗訴となっていた可能性が高いと考えられます。さてこれらの判例から考えると、自分の職場でのストライキを目的として一斉に有給休暇を取得するといった戦術は現実的でないことがわかります。会社側が業務の正常な運営が阻害されると判断し有給休暇を認めなければ賃金の支払い義務は発生しないからです。この場合の会社側の注意事項としては、判断のいとまがないような直前に申請が出された時などに曖昧な態度をとっていると有給休暇を拒否しなかった、取得を認めたと解釈されることになることでしょう。あるいは何としてでも業務を通常運営させようとストライキをしていない職員、非労働組合員や臨時の職員を募ったりして業務を正常に運営できてしまった場合、やはり労働者の有給休暇は支障がなかったとして、労働者側の賃金支払い請求権が有効になってしまう可能性があります。ここまで来ると会社側のミスを誘う戦術であり、労働者側としても確実な戦術とは言いにくいものでしょう。通常のストライキと比べてもややリスクがあるものだと言えます。